それともう一つ、人の痛みが分かる食べ物さんのおかげであるとか、自分がもしかして今人を傷つけてやすまいか、これに気づかなければ私たちの地獄はいつまでたっても地獄のままです。由来様はそれを一番心配なさっていたんじゃないでしょうかね。今いじめの問題なんかがあります。ちらっと読みますとですね、こう書いてあります。今から書く言葉は君には届かないかもしれない。だっていじめてる子は自分がいじめっ子だなんて思っていないから。いじめがバレた時、いじめっ子が口にする自分はいじめてないっていうのは本当だと思う。ただ遊んでるだけなんだよね。自分より弱いおもちゃで相手を人間だと思ったらいじめなんてできないよね。感情の赴くまま醜いゲームで遊んでいるんだよ ね。どれほど僕が泣こうが自殺しようが、その人たちは何にも感じないことを僕は知ってる。いじめられた子供が苦しんで泣いて死んでも、いじめっ子は変わらずに明日も笑ってご飯を食べる。いじめをやめるのは残念ながらいじめられた子供の死ではありません。その子が死んでもまた他の子供はいじめは続く。いじめはいじめる子に想像力を持ってもらうことしか止まらないんです、ね、私たちはまさに地獄を生きているのかもしれません、ね、由来様はそれを見かねてお前たちを救うぞと見てを伸ばされたんですね。固く無常の世界は空ごと川ごと、まさにこの地獄の世の中ですね。でも私もそうかもしれません。人様を切り刻んでおるのかもしれない。もしかして私は地獄を作ってやすまいか、そういう思いを必ず持ちながら生きるという生き方こそが私たちのこの地球から地獄を少なくさせる一番の近道じゃなかろうかなと私は味わわさせていただくんですけれどもね。地獄を話しさせていただきましてね、そんな思いがしてなりませんね。この三階は安きことなし、最も恩利すべし。この地球上には安らかなところはありませんよ。常に気をつけて、何万ダブス何万ダブス、私は地獄を作ってはすまいか、人様を傷つけてはすまいか、そんな心の自由をですね、お念仏もろともに味わいながら生かしていただければ、如来様の御心にかなうのではないか。